はい、こんにちは。では、今日は札幌トイクラボーイズの、キャプテンの木本優吾くんにインタビューさせていただきます。木本優吾くんは、富士野ベアーズ出身ですね。で今日はあの3人の方に色紙にあの目標をしたためてもらったんですけど、木本くんのちょっとあの目標を見せてもらってよろしいですか。はい、切磋琢磨、はい、そうですね。これはどういう意味ですか。仲間同士で競い合って、まあ、その中で、まあ、個々の能力がもっと高め合ってほしいです。あ、はい、わかりました。では持ち味聞かせてもらってよろしいですか。自分の持ち味は元気があることです。はい、あ、元気ですね。木本君は去年の新人戦は怪我で、出場できなかったってことだったんですけど、なんか悔しさってやっぱりありましたか。新チーム作って、ね、まあ、最初の大会から、まあ、秋の選手権の予選までずっと出れなくて、まあ、そのチームにもずっと練習も参加できなくて、やっぱ迷惑がかけたなってすごい悔しいです。はい、元気っていうことだったんですけれど、じゃあ今その時怪我で出れない時に、まあすごく悔しさもあったでしょうけど、今できることっていうことでいっぱい声出した。はい、なるほどですね。ではその中でね、まあベンチから見て印象深かったゲームっていうのありましたら教えてください。トリスポカップの決勝の旭川大雪ボーイズ戦です。旭川大雪ボーイズ戦ですね。はい、それは、どんな理由ですか。新チーム作ってから、まあ、最初の大会でそこで決勝まで行けて、うん、まあ、途中まで、まあ、0-0 のまま行って、お いい試合だったんですけど、まあ、途中で崩れて、お、まあ、途中までいい試合をしただけに、はい、そこはすごい悔しくて、あ、悔しい悔しいですね。あ、そっかそっか。その悔しさはまだみんな忘れてない感じですね。じゃあね、はい、いろいろ目標はあろうかと思うんですけども、チームの中で、その目標を達成するために必要なキーマンっていうのはいれば誰か一人挙げてください。池内修平です。あ、池内修平か。はい、池内君、これはなぜですか。池内は、まあ、ピッチャーもやってて、はい、バッターでも主軸を打つような選手で、お、まあ、投打どっちもすごい要になったり選手で、なるほど、彼が活躍すると、うん、やっぱりよりチーム士気も上がるし、うんうんうん、彼が活躍することはやっぱり大事だと思います。あ、大事なんだ。わかりました。では対戦相手の中でですね、いい選手だなと思った選手がいれば一人挙げてもらって、はい、苫小牧ボーイズの神戸明人選手です。あ、どんなところがいい選手ですか。戦ってて、ええ、まあ、ピッチャーでも待ってて、やっぱり戦っててすごい怖い存在で、お、投打どちらも素晴らしい選手だと思います。なるほどですね。はい、分かりました。最後のちょっと質問になります。はい、来年の今頃ですね、もしかしたら進学先の高校が決まってるかもしれないんですけど、北海道大の中でね、着てみたいなというユニフォームありましたら、教えてください。まだ分かります。あ、はい、ありがとうございます。寒い中本当にありがとうございます。木本優吾くんでした。ありがとうございます。